鍵盤ハーモニカのホースは、様々なメーカーが各々開発していて、種類も豊富です。そのため、どれを選ぶべきか全然わからないという方も多いのではないでしょうか。そこで、鍵盤ハーモニカホースのおすすめ、人気ランキングを紹介していきます。ピアニカに付けられる、ヤマハ製、メロディオンに付けられる、スズキ製などの人気メーカーの商品も解説します。ストレートタイプのホースとなっています。演奏していない時には口をジョイント部分に差し込めるようになっており、衛生的に使用することができます。材質には ABS とEVAが使用されています。白い色が施されたデザインも人気のポイントとなっており、使いやすい特徴も持ちます。取り回しの良い L 字のジョイントが特徴となっている商品です。スズキのメロディオンであれば、どのような機種にも使用することが可能となっています。セミハードケースやソフトケースであれば簡単かつ十分に収納することができます。ただし、ハードケースには基本的に収納できないので注意しておきましょう。全音から販売されている商品です。卓装用なので机の上で弾くときに使いやすいと言えるでしょう。全音のメロディー方には対応していないので注意しておく必要があります。設置の仕方がわかりやすいので子供から大人まで便利に使える商品です。耐久性もやや高いのが特徴となっています。携帯する際にも使いやすいサイズを実現しています。小さなサイズではありますが、音量や音程に問題はありません。小さな子供でも簡単に装着することができます。鍵盤ハーモニカを始めるにあたって選択肢の一つになるでしょう。価格も比較的抑えられており、消耗品としても購入しやすいです。スズキのメロディオン専用となっている商品です。ABS を使用した材質なので、硬さがそれほどありません。もしも地面に落としてしまっても壊れにくいと言えるでしょう。製品の形は持ちやすさを重視していますが、音色も一定の水準をクリアしています。スズキのメロディオンが壊れた際にはうってつけです。ヤマハから販売されている交換用パーツです。交換用なので相性の悪い楽器には使用できないという特徴があります。他の鍵盤ハーモニカを使っている方は確認しておくことが大切です。ヤマハのピアニカを使用している場合は、こちらに買い替えることで、今まで通りの感覚で演奏可能となります。吹きやすい形状が魅力のホースとなっています。軽量なので長時間使用する場合でも安心できます。セット商品でありながら、価格やクオリティは高い水準となっています。落ち着いて吹きたい方にうってつけです。立奏用と、座奏用がセットになっている商品です。セットにもかかわらず非常にリーズナブルな価格が特徴となっています。ホースの長さは一般的な水準であり、誰でも使いやすいと言えるでしょう。重量はやや軽めなので、疲れにくくなっているのも特徴です。ピアニカのパルプは雑に扱うと折れ曲がったり伸びてしまったり、意外にも壊れやすいもの。そんな時にあると便利なのがこちらの替えのホースです。洗い替え用に持っているといざという時に安心です。また、兄弟で1台のピアニカを使用する場合は、自分専用のホースを持ち、使用する時に替えると清潔です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。